あれナックのクローンだよ。レリックから命を作れるってザンダーが言ってたのは本当だった。そこら中にいるよ。ザンダーは君を捕まえて生み出す研究をしたんだ、クローンを。だから君に似ているんだ。君の方がハンサムだけど。僧兵たちは何をしているんだろう。ちょっと待て、ここは総員の地下だったな。うん、何かを作ってるようだ。で、聞かせてくれ。ザンダーがキューブを使って君を吹き飛ばした後、戦いになった。でもどうにもできなかった。君なしじゃね。そうか、キューブが俺を。君を探しに総員に来たんだけど誰もいなくて、エヴァと僕は別行動に出た。僕は君を探し続けて、彼女は味方を探しに行った。彼女とはそれっきり。それは心配だな。そうなんだ、次々と姿を消してる。博士もシャルロットもみんな。ここへは君のクローンを追ってたどり着いた。総兵たちが大勢いたから君もこのどこかにいるはずだった。で、これは？わからない。ロボットのパーツから何か作ってるみたいだけど、これはタイタンの何倍もでかいぞ。なんであれ、まずは外に出ないとね。
ザンダーは君のクローンを道具扱いしてる。博士たちもここにいるって思ったんだけどな。でもナックがいてよかった。